こんにちは。んばんはではないね。ギリこんにちは、多分。今日はそうワールドカップがあるから遅い時間はやめました 早めに終わらせようと思って、そうちょうどいい時間帯にしました。前髪復活してる。そう、一応ね、復活できる長さなんですよ、今の前髪は。そう、変幻自在。ね、本当に今日日本勝ってほしいけど、ドキドキですね。勝てるかな。ありがとうございます。12月3日は雫公園出ます。ぜひ皆さん申し込んでください。なぎちゃんの配信久しぶりに見に来た。ありがとうございます。嬉しい。なんか曇ってます？画面が。あ、ちょっと直った。車を運転してるのでラジオのように、聞いてます。あ、ありがとうございます。車ね、私車の免許持ってないから、なんかそう、免許取った方がいいのかなって思うんだけど どう思いますか？一人暮らし始めたから、今日自転車買いに行った。おお、まあ必要っちゃ必要かもね。自動車なのかと思った。自転車ね そうだよね。北海道って広いから、なんか後々ね、北海道に住みたいとかって考えてるなら免許絶対取った方がいいですよね。そう、最近親とそういう会話をして、そう、免許なぎも取った方がいいんじゃないみたいな。免許がないと本当北海道はバスとか使わなきゃ、だから冬とか大変ですよね。運転するの楽しいし、楽しいんですか、運転って。楽しいんだ。まあでもドライブ好きな人とかいますよね。私のお父さんドライブすごい好き。
多分女子好きの人が寝ても大丈夫なタイプらしいよ。なぎちゃん運転してたら職質受けそう。そんな、いやそんなことないと思いますよ。さすがにもうそれ職質されたらもう自信満々に運転免許出しますよいやね、でも最近はそう運転免許そう取ろうかなって迷ってます。助手席に座ると完全に眠くなるよねって言いますよね。私のお兄ちゃん助手席結構座る率高いんだけど、いつも寝ますね。寝てる、なんかね寝ちゃうんですよね。お兄ちゃん助手席座るとすぐ。私はそんなことないんだけど、なんかすぐ寝ちゃう。なんか小さい時からそうらしい。子供の頃指定席はありましたか？指定席、でも私はよく後ろの右側に座ってましたね。昔から結構。運転手席の後ろ。結構率高かったかも。一番安全な席だから。え、そうなんですか？知らなかった。知らずに座ってた。そうなんだ。坂口家のマイカーどんな感じなの？え、なんかね、私が家に帰るたびになんかコロコロ車が変わってて、でもなんかその今は車が2台あるんですけど、1台壊れちゃってて修理出しててまた別の車に借りてるみたいなこと言ってました。でもね、なんかコロコロ変わってます車が帰ってきたら、ああ今回はこの車なんだみたいな。そう、不思議。なんかちょっとコロコロですね。でもね、いやトヨタさんなんだけど、車の種類が。分かんない。ちょうどその何かのタイミングで一回変えなきゃいけない時期に私が帰ってる。絶対実家に絶対そうなんですけど、コロコロ変わってる。今は可愛い小さい車でした。車検とか、車検なのかな、よくわかんないな。4WD、この前ぶつけてしまったわ。のぶつけ加減にもよりますけど、保険が降りるといいですね事故ると大変ですよね。座高が低いと前見えないとかブレーキ踏み込めないって聞きました。そうなんですか。座高、確かになんかこういう高さが変わると関係ありそう。しかも私も運転
するようになったらクッションとかねに座んなきゃダメかも座高足りるかなってね。全然大丈夫さ。そっか、調整できるから。チャイルドシート、チャイルドシートはありえないでしょ。車は便利だけど案外怖いよね。えー、まあ確かに事故るとき多分一瞬ですもんね。うん。どんな車に乗りたい？どんな車？免許取って車買うってなったらどんな車、可愛い車がいいけど、でもなんか可愛い車に乗ってると舐められちゃいそう。煽り運転にの被害に遭っちゃいそう。だからもうそれもちょっと怖いなって思いますね。確かに車怖いよっていう話を聞いて、コンビニで一度休憩してる確かに運転してる人がいるんだと、運転してる人がいるのに、こうやって事故、車意外と怖いよとか言っていやダメな、ダメじゃんそんな会話したら。まあでも逆に気をつけようって、気が引き締まって運転するかもね。北海道なら犬剃りじゃない？いやもう何の時代ですか。ねえ、車変えたら、いや免許取ったら。運転できる羊を雇えばいい。すごい簡単に言うじゃん羊。でもこの日本に羊がいますって人いるのかな。なんか羊ってドラマの世界でしかイメージない。羊っていうかお手伝いさんはいると思うけど、家政婦さんとか。私の家はいないよ。いないいない。なんか最近めいちゃんの羊っていうさ、ちょっと古いドラマあるじゃないですか。それ再放送してましたよね、テレビで。私も見ようって何回か思ってたんだけど、なんか見ない、結局見ないで終わっちゃいました。でも昔はそれ好きでよく見てました、めいちゃんの羊。リメイクしてた？嘘？誰？え、リメイク版を知らないの。
ね、そのドラマ好きでしたね。そう、こじはるさんも出てるんですよね。なんか生徒役みたいな感じで。そう、なんか懐かしいドラマを見たくなる時ってあるよね。向井理さん出てたの知らなかった。結構なあのキーパーソン役ですよね。あの主人公と対立する執事みたいな、結構大事な役どころですよ。数週間前にめいちゃんの執事再放送やってたよ、夕方に。そう、多分私それをね見ようと思って見なかった。あとね、 TikTok で最近流れてくるんだけど、なぜかあの小公女セーラー、志田未来さんの主演の小公女セーラーのドラマも昔あったじゃないですか。私それも大好きで見てたんだけど、懐かしいと思って、その TikTok が流れてきたらね、そう最後まで見ちゃうんだけど、それも好きだったな、面白かった。そう、実写版があってすごいよね。何年前だろう、十何年いってるかな。私何歳の頃に見せたんだ、もうそんな小さくないと思うけどな、小さいけど。アニメしか知らないね。まあ確かに、昔のドラマってキャストで見たくなるの。いや、私は全然懐かしいって思って見ちゃうな。キャスト目当てでドラマ見てるとかっていう感じでもないというか、私はもともとそう、やっぱちっちゃい頃はね、よりそういうのも気にしないし、懐かしいって思って見る、見たくなる。ね、でもその小公女セーラーはどこで配信してるかな。のだめカンタービレ知ってる、知ってる。それはね、お母さんが大好きなドラマでしたね。すごい好きなイメージあるわ、もうお母さん。ね、でも私も見たことある。でもね、どんなドラマだったかはね、ちょっとあんま思い出せない。あ、ちょっとお腹鳴りそう、今すごいお腹空いてる。そうな、この配信でみかんでも食べようと思ってたんだ。そう、見て、じゃーん、みかんです。そう、昨日みかんが届いてたって多分言ったんですけど、みかんを食べます。みかんはね、意外と早く食べた方がねいいですよ。みかんは箱に入ってると一個腐ってると周りも多分腐ってきちゃうみたいなあるから、ちょっと早めに。これどこのみかんだかな、味丸とか書いてた気がするけど違うかな。でも昨日 1、2個食べたんですよ。美味しかった、甘かったです。今日箱買いしてよ。おお、この季節ですね、やっぱ
そう、もうね、お腹空いてて今、お腹空いてるからとりあえずみかん。夜ご飯にしてはまだちょっと早いから、まあ6時ぐらいがちょうどいいかなって感じ。みかんを剥いてます。なぎちゃん夕飯がみかん。いや、そんなわけない。足りない、足りません。夕飯がみかんだなんて足りません。そんな、私はね、みかん剥くときこういう剥き方します。ちゃんとね、あのここの白いやつは本当は栄養豊富らしいんだけど、私は取っちゃうんですよね。ない方が好き。そう、栄養もったいないけど、本当にお腹鳴るんだけど。でも思えば今日起きてから何も食べてないわ。今気づいた。ちょっと待って。今日はね、ちょっと朝早めに明日のリハーサルして、その後はそう一つね、ます、うん、いろいろお話しして、で帰ってきたんだけど、そんなにも食べてなかった。まあだから今日は何も食べてないから、まだカロリーを取ってないということで、夜は何でも食べていいっていうちょっと安心感何も罪悪感もなしに食べれます。というか最近のさ、ツイッターのさ更新音ってなんかお腹鳴ってる音みたいな音だよね。チュルーポッみたいなやつ。ぐらいにしておきましょう。じゃあそう、一回剥き出すとね、なんかちょっと楽しくなっちゃってね、めちゃ剥いちゃうのよ、白いとこ。じゃーん。うーん、甘い、おいしい。意外と小粒なみかんだけど、全然満足感がある。うまうまです。でも、うん、酸っぱいみかんも好きですけどね。これから買うんだけど何がおすすめですか？まあでも有名なのは有田みかん、味丸、あとなんだろう、なんだ、あと何のみかんが美味しいですか？有田みかん。
マーナみかん聞いたことない。まあでも確かに有田みかんが有名みたいなとこあるよね。あ、瀬とかとかも聞く。でも瀬とかってみかんだっけ、オレンジじゃない、みかんか。有田みかんは和歌山県、瀬とかはまた別の品種かな。ね、ガマゴオリみかんもあるよ。絶対スーパーに売ってないそれ。有田みかんは有名だね。でもまあ、じゃあおすすめは有田みかんですかね。千葉県のみかんも有名。ベニマドンナ高いけど、ベニマドンナ、あ、ベニマドンナってみかんだっけ、あれ芋だと思ってた、芋の名前だと思ってた。みかんなんだ、え、焼き芋だと思ってた、あ、みかんなんだ。みかん、あ、紅はるか、あ、そっちかな。なんか紅ってつく品種意外とありますよね。湘南ゴールド、え、おいしそう、何それ。ちょっと2個目いこう、すぐ食べ終わっちゃう。さつまいもは北海道産しか勝たん、え、嬉しい、本当に。北海道はでもね、確かにじゃがいもとかも美味しいし。紅って漢字を見ると紅生姜が食べたくなる。あ、なんかわかる。紅生姜が大好き民からしたらわかる。みかん2種類買おうかな。お、気になるの2種類ありましたか。白いのを取ってます。後でみかん買いに行こう。この配信で影響を受けて皆さん今日はみかんを買いに行く。なんかみかんってよくお風呂とかにプカプカ浮かせてたりするじゃないですか。あれって浮かせた後ってみかん食べるんですか、それ。みかん風呂とかに使ったみかん食べなきゃもったいないけどね。
むしろ食用で出荷できなかったのを使ってそう。ああ確かに食用じゃないのかな。俺は実家みかん風呂を入れるけど食べれないみかんを入れてる。食べれないみかんかもったいないか。確かに皮しか使わない。あ皮だけ、皮だけなんだ。朝まるまる1個浮かさないか。気になっちゃう。みかん風呂は皮だけ、ゆず風呂はゆず風呂だと丸々。そうなんだ。ゆず風呂ね。あゆず風呂いいですよね。ゆずの香り大好き。くらいでいいでしょう。うん、これさっきよりなんか酸味がちょっとある。もうお腹鳴らないね。ね今もう食べてるからね。胃に食べ物が来たって今消化を始めてますよ多分。減量中なので毎日晩ご飯みかんです。おお、まあねみかんはビタミン豊富で、まあ晩ご飯だけみかんにするっていうのは、まあ、全然いいと思います。そろそろいちごの季節かな。ねえ出てきてる。スーパーで500円ぐらいのみかん、みかんじゃないいちご売ってるの見てて、いつもねあー買おうかなって迷うの。でも買わないんだけど、若干まだちょっと早いかなっていう感じのいちご。でも最近来てますよね。もうちょっとしたらもうその買ったら完全に美味しいイチゴになってます。イチゴには298円しか出せません。そんなに安いイチゴは見たことない。うちの近所のスーパーは598円で498円になったら買う。いや、いいと思います。かなり違う。細かいね、98円。うん、食べきった。美味しい。みかんうまい。
優柔不断なので3種類買いました。おーいい、楽しめる。すみません、この間1人前3万円のお寿司食べました。いいね。いやでも自分にご褒美みたいな感じでそういうの食べるのも結構大事ですよね。頑張るモチベーションというか、うん、ね、絶対回らないお寿司だそれ。でも私もその高級寿司食べてみたい。うん、なんかめちゃ高級とかって食べたことあったとしても仕事としてロケして食べたみたいな感じだから、なんかプライベートでそうやってご褒美として行ってみたいです。でもね、そのいいお店を知らないからどこに行けばいいか分かんない。うん寿司職人さんとかいないんですか、私のファンの方で。ね、銀座ですね。あ、銀座ザギンでシースおしめを招いてお寿司を振る舞う。待って、今さパパからピザ頼むかとか来たんだけど、いや今日はピザの気分じゃないです、今日はね大丈夫。ありがとう、パパこの配信見てるからね、みんな今日は大丈夫です。うんね、パパハットですよ、もうパパが頼んでくれるから、もうピザハットではなく宅配パパハット。でも今日はピザの気分ではないです。今日はね、夜砂肝買ったのよ、久しぶりに。まあ久しぶりでもないんだけど、ちょっと最近砂肝を食べれてなくて、なんかね砂肝ってほんとあんま売ってなくって、スーパーでも時間的に6時までにスーパーに行かないと売り切れてるんですよ、砂肝は。で2パックぐらいしかも売ってないから、今日はもうね、3時とかぐらいにスーパーに行ったから砂肝も売ってたの、しかも2パック。これはもう絶対買うしかないと思って2パック買いましたそう、絶対買うって思って、あってよかった。そうですよ、もうね砂肝も争奪戦だから早く買わないと。まあまあ、たとえたかが2パックだけど、まあ、買い占めですよね買い占めてしまいました。本当にね砂肝好きなんですよ。そうスーパーに売ってる砂肝ってね、なんか大きいんだよね。お店のさ串焼きとかで食べるとやっぱ小さくなっちゃってるから、なんかねサイズが違うし、値段も、ね、安く買えるし、そりゃスーパーの砂肝を買っちゃうよねって思ってる。
メンバー砂肝好きな人多いけど硬いしあまり好きではないです。なるほど、硬いね。硬い、あ確かにそっち側の意見も分かんなくもないな。でも私は硬いのとか好きだからな。そう、歯ごたえがいいんですよね。うん、軟骨、軟骨も好き。でも最近は焼肉屋さん行ってもね、軟骨好きだけどあんま頼まなくなりましたね。人間は顎を使わないと退化するらしい。ちゃんと使おう。でも顎使いすぎてたくましくはなりたくないです。シュッとした顎がいい。シュッて。うん、程よい感じの顎いいね。まあでも好みですけどね。まあこれはもう人の。砂肝、皮むいたニンニクたくさんと一緒に、酒、醤油、みりんで多人鍋で焼いて食べます。多人鍋ってなんだ。美味しそう。手羽先、あ手羽先も好きなんだよね。手羽先もスーパーに売ってたんだけど、手羽先もねあんまり砂肝と同じぐらい買える日が少ないんだけど、でも手羽先も大好きなのよ。で今日売ってたからね、買おうか迷ったけどやめました。もう砂肝2パック買うならもう手羽先は買っちゃダメだと思ってやめた。手羽先はうまく食べれない？食べれなくて困るね。手羽先食べるとき私クッキングシートを使って食べてる。あ、ハッツ、だってハッツはさ愛知だもんね。愛知県出身だからそりゃ名古屋ね、手羽先って有名だから。そっか、やっぱうまいのか食べるの。でもそういう食べ方ありますよね。こうやってやったら骨がうまく取れるみたいな食べ方。そう、私やり方わかんない。でもなごや人はうまく食べる方法知ってるよ。いいなぁ。どうやって食べる。しかも綺麗にちゃんと身が向けるやり方だよね絶対。慣れます。あ、住んでたらね。でもどうなの、名古屋人ってか愛知の人って手羽先そんな高頻度で食べるの？意外とそうでもなさそう。でも世界の山ちゃん、あー山ちゃん大好き。
山ちゃんに行った時にその綺麗な食べ方講座みたいな紙が置いてあって見たんだけど、結局それの通りに食べてなかったんだよねなんかやっぱイラストだけど、私その時まだね入りたての時だったので、トヨタさんのイベント終わりに山ちゃん行ったんだけど、そう、それっきり行ったことがないんだけど、いやでもそうやっぱ分かんなくて、結局見てもそう、ね、そう店の名前、店名がすごい、世界の山ちゃん、海外に山ちゃんってあるの？なんか見たことないけど、今まで世界進出してるんだ。まあしててもおかしくない。二つ折りで折って二本ある骨からスポンと抜くのよ。あ、折んなきゃいけない。バンコクにあった。すごい。中国に偽物あったらしい。あお。台湾タイ、あ、香港タイ、台湾にあるよ。あーすごい。いいね。アジアにいっぱいありますね。アジアの海外にある山ちゃんも行ってみたい。どんな感じなんだろう。北海道なら札幌にあります。いいな、旭川にもできてほしいな。なんか旭川の食べマルシェだったかな、なんかの時に山ちゃんが来てて、旭川に。山ちゃんってあの違う、南海キャンディーさんじゃないよ山ちゃんってそのさ手羽先のね、山ちゃんの店舗が来てて、おおって。でも買った、買おうとしてなんか多分買ってない、買わなかったんですよね。なんでだろう。で、かいや、それか買っても私がなんか食べてなかったのか、なんかね買わなかったはず、食べた記憶がない。並んでたのかな、 なんか結構行列で買うのやめたんだったかな。やっぱ人気ですよね。うん、ね、あでも東京だと山ちゃんそこら中にありますよ。そうなの。私が都内とか歩いてても山ちゃんを見かけたことがない。ルートが多分違うんだね。歌舞伎町とかあったような気がする。お、歌舞伎町歩くのちょっとね勇気いるっていうかね、ちょっと華やかすぎて。あでも結構なんかいろんなとこにあるね。ちょっと探して行ってみます今度。うん、わかる。歌舞伎町はいつもお祭りしてるみたい。秋葉原にもあるよ。そうなの。秋葉原ある。あったっけ秋葉原。
相模の手羽先も美味しいよ。相模の手羽先、山ちゃんじゃなくて相模、え、聞いたことないけど気になる。ふぎちゃん全国ツアーで美味しいものたくさん食べてるから羨ましい。そうですか。でもね、やっぱコロナ禍に入って本当になんかご飯とか行かなくなりましたよ、うん、ゼロ。私、まあ、なんだろう、みんながどんどんさ忙しくなってって、まあ、コロナ禍に入るちょっと前でもツアーがあってもやっぱりご飯食べに行ったりとかは本当になくなりました。初期の頃だけだったわ、そうやって食べに行ったりしてたの。ねえ、やっぱりそう、みんな忙しくなってきて。まあ、だってお仕事終わってからツアーに入るって感じの人もいたしね、いろいろですね。みんなの夜鶏1羽焼いたのを買ってきて食べてるけどまだ食べきれてないすごいすごいね、まるまる1羽、すごい。クリスマス時期にしか売ってないと思ってた、そういうの。七面鳥だね、クリスマスみたい。まあでもむしろクリスマス近づいてきてるから売ってるとかあるのかあと4分の1残ってる。あ、食べきれそうじゃん。でも4分の1なら今日の夜ご飯でも全部食べれますね。いいなぁ、七面鳥美味しそう。あ、コストコか。コストコに売ってるんだ。クリスマスですなね。コストコで見たことあるけどちょっとえぐいのよ。あー、まあね、まるまるだしね。うん、確かに頭なしに毛がない鳥だからね鳥の形してるから、まあまあえぐいっちゃえぐいか。55分、ちょっとまた58分ぐらいにランキング読みます。もうすぐ12月っていう感じしない。でももうすぐなんですよ。7、8、9、10、あと3日。3日で12月が終わります。あ、12月に11月が終わります。ね、ほんとえらいこっちゃなんですよ。香港のお店には豚足がたくさん吊るしてありますよ。いや、私豚足大好きなの。豚足大好きだから、まあそれはそれで私的にはおーってなっちゃうかも。豚足ほんと好きでね、食べてましたよく。1回なるのお家から豚足送ってくれたことがあって、2回ぐらいあるのかな。その豚足がね本当に美味しくて、でもどこの豚足だったか覚えてないんだよね。味ついてる豚足みたいな。
本当美味しかった。昨日ドルワキ昼公演行きました。なぎちゃんめっちゃ可愛かった。ありがとうございます。また見に来てください。そんなに、いやそんなに美味しかったの、本当にびっくりした食べて。うん、美味しすぎてなんかって衝撃だったミミガー食べます。ミミガー、ミミガー、ちょっと発音わかんないけど、でもねそれも大好き。なんかランリーがよくコンビニで買ってましたね。で、あーやっぱ沖縄の人だって思ったでも私も多分ランリーの影響でミミガー好きになったのかな。よし、じゃあ58分になったのでランキングを読ませていただきます。13位ワイズさん、ありがとうございます。12位まゆゆかみおひさん、ありがとうございます。11位ミスターミッチさん、ありがとうございます。10位軍人ロックスターさん、ありがとうございます。9位ゆきさん、ありがとうございます。8位さんちゃんさん、ありがとうございます。7位ひろゆきアットマークあーはいさん、ありがとうございます。6位けんけんさん、ありがとうございます。5位しゅんごさん、4位とかちんさん、ありがとうございます。3位ペギさん、ありがとうございます。2位ポムポムオセロさん、ありがとうございます。1位カンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。イエーイね、じゃあもうちょっとで終わりたいと思います。わ、ワールドカップダブル杯始まりますよ。イエイエイちょこちょこ星が飛んでくるのかわいいね、そう1時間前ぐらいですね。6時40分ぐらいからあれですよね、始まるっていうか本当に勝ちますように。もうドイツに勝ったから次も勝ってほしい。じゃあそろそろ終わりたいと思います。3885人の皆さんありがとうございました。おやすみなさいなのかなまあ一応おやすみなさい。バイバーイ。